1981年第4回を迎えましたセイコーワールドスーパーテニス、2日目を迎えまして、いよいよ注目の第2シードビョンボルグが第1コートに登場してまいりました。対戦相手はインドのラメシュ・クリシナ。この試合も解説神谷泉淳さんでお聞きいただきます。どうぞ神谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神谷さん、とにかく今年のボルグなんですが、いろいろ、まあ、肩の故障もありましたし、はい、風邪をひいて、トーナメントを休んだり、奥さんの病気でトーナメントを休まなくちゃいけなかったり、いろいろなアクシデントが重なりましたよね、はい、それでウィンブルドンでも全米でもマッケンローに負けたということで、まあ、果たしてボルグこの後どうなるのかというのはファンの気持ちだと思うんですが、神谷さんはどういうふうにお考えになってますか。いや、テニスはですね、はい、ほとんどは、まあ、変わってないと思うし、素晴らしいテニスを続けているわけですけども、まあまあ、とにかくマッケンローのね、その勢いにちょっと押されているだけで、まあ、もう一人ね、世界のスーパースターですからね、はい、ここらでやはりこう優勝してですね、またボルグファンをね、喜ばせてもらいたいと思うんですが、そうですね、まあ、試合がね、まだ始まってませんので、どういうような展開になりますか、ちょっと興味があるところなんですけれども、はい、まあ、体は、その調子いいと思いますよ、はい、とにかく大会関係者にお話を伺いましても、このボルグは非常にこのコートでまた、来日してから練習を重ねているようですね、はい、とにかく空いてる時間があったら僕にやらせてくれということをもう再三申し入れてくるそうなんですが、まあ、そういう練習熱心さ、あるいはこのコートに少しでも慣れようという気持ちがまだボルグにはある限り、いいプレーを期待できると思います。さあ、ボルグ対ラメシュ・クリシナンの試合が始まります。サーバーはこのインドの星クリシナン。なかなかサーブをして前に行きませんね。はい、そうですね。先ほどロッカールームでどういう作戦をするかっていうのをちょっと聞いたんですけども、相手はスーパースターだ、ただ自分のねベストなテニスをするって言ってましたけど、どうやらなんかマッケンロー戦みたいに緩く入れて後ろへつなぐ作戦みたいですね。はい、全米ではそのマッケンローからワンセット取ったんですよね。はい、ネットにつきましたクリシナン。パッシングはネットです。新聞報道によりますと、あまりクリシナンのサーブが遅すぎて、はい、マッケンローが手こずったという話もありました。そうですね、結構速いサーブできるんですけど、今みたいな感じで、まあ、様子を見てるっていうか、まさかこんな緩くは来ないだろうと思ってるのかもしれないですね。今のも軽く入れただけですね。はい、あ、ボルグアウトです。40ラブになりました。なかなか20歳とは思えない、そうですね、作戦の展開をね、展開してますね。1961年6月5日生まれです、ラメシュ・クリシナ。緩いタッチです。クロス、あ、いいボールでした。完全にクリシナが圧倒しました。オープニングゲームクリシナン、あっさりとラブゲームで自分のサービスゲームをキープいたしました。ゲームカウント1ラブです。神谷さん、立ち上がりがちょっと心配されたクリシナンなんですが、重り高ぶりはないようですね、はい、いやー、なかなか変わった作戦で面白いと思いますね、はい、時々ですね、その強い選手とやるときにですね、わざとこの緩い球を打ってそのスタートするっていうのをよく使うんですけども、はい、まあ、相手がねボルグ選手なのにね、よく堂々とそんな緩いボールでね、かえってボルグがなんか調子狂ったっていうようなファーストゲームですね、はい、神谷さんが作戦はと聞いたときに、あ、もう作戦は立てないで、はい、自分のテニスをやりたいというようなことを言ったようですね。そうですね、これが自分のテニスなのかな、はい、ちょっと遠枠気味のボルグだと思いますが、これからボルグの自力が発揮されると思います。これから第1セットの第2ゲームが始まります。手前ボルグのサービスゲームです。ボルグの方は当然チャンピオンらしいマイペースの試合をしてくると思いますがね。そうですね、まあ、第1ゲームですから相手もゆっくり来てるんで、自分もこう入れて、はい、まあ、今みたいにベースラインでね、その第2ゲームを軽くやろうということじゃないでしょうか。おっと、ダブルフォールですね。今日はビダス・ゲルライテス選手が勝つには勝ったんですが、非常にダブルフォールが多く苦戦を強いられました。これはいいサーブでした。サーティー・キッキン、いやー、これもナイスサーブです。
勝ってますね。はい、ソルグはフォークだと思ったんですけど、40-15 ですね。いやいや今あのフォルトですね。はい、あの両選手がフォルトと認めたようですね。はい、リターンをネットにかけましたクリシナ。しかしこの辺りがいかにもボルグらしいですね。そうですね、まあ、綺麗なあのフェアプレーのね、はい、40-15 ゲームポイント、レッドです。まあフォールトしましたけどね、はい、かなり速い、スピードですね。トップスピンのパスはアウトのようです。いや40-30 どうもなんか審判と意見が合わないようですね。入ったような感じですが、はい、どうでしょうか。アウト、ジャッジのアウトという大きな声が聞こえました。結局 40-30 になっています。いや、いいサーブです。ボルグ第2ゲームは自分のサービスで決めてきました。ワンゲームノールになりました。今のサーブです。フラットサーブをセンターに今切れましたね、はい、クリシナのラケットの先の方に当たりましたね。ナイスサーブでした。第1セット互いに持ち味を十分生かしました。ワンゲームオール。これから第3ゲームに入ります。若干20歳というダメシクリシナ。上背はあまりないんですが非常にがっちりとした体つきですね。 いい体してますね、おボルグのミスを誘いました。クリシナンはですね、はい、あのお父さんのテニスと違いましてね、割とサーブ&ボレーのテニスがものすごくうまいんですよ、はい、で早いコートが得意なんですけどね、今日は本当にゆっくりとこの父親譲りのベースラインプレーでやってますね、はい、170センチで68キロです。クリシナ。ボルがネットを取ります。ハイボレー決まりました。今上安美さんからお父さんの話が出ましたが、かつてのインドを代表するデビスカップの中心選手でしたね。我々日本人選手は相当先輩から今までいじめられてきたみたいですね。そうですね。上泉さんは、まあ、直接の対戦はないんですか。はい、私はクリシナとやったことないですけど、はい、あの久喜選手がね、あのこの間ジャパンオープンで彼あのこの息子さんにも勝ったし、お父さんにも勝ったという話ですね。あ、そうですか。じゃあ久喜さんは親子2代にわたってやっつけてるわけですね。15-30 ダブルフォールトで 15-30 と変わっています。もうこの顔を見るとですね、昔のテニスのオールドファンはですね、お父さんの顔を思い出すんじゃないでしょうか、はい。おっと珍しいですね、ボルグのフレームショットというのは。ロイヤルボックスに入りましたねフレームショットもよく飛びますね、ボルグは。はい、サーティーオールクリシナンのサービスゲーム、第1セットの第3ゲームです。すごいトップスピンです。あ、返しています、クリシナン。いや、いいストロークです。この辺りがボルグが押し勝ってくるでしょうか。いや、惜しいボールです。なかなかいいあのグランドストロークで打ち上げますね。負けてませんよ、スピードはね。わずかにネットにかかりました。 30-40 ブレークポイント、ボルグ。非常に落ち着いた表情をしています、インドのラメシュ・クリシナン。この辺りはちょっと高い打点が強いられています。やはり長すぎました。第1セットの第3ゲームはボルグがクリシナンのサービスゲームを破りました。これでゲームカウントは 2-1、 ボルグが1ゲームアップと変わっています。さあ上谷さん、今のスローなんですが、はい、どうしてもクリシナンが高い打点を強いられますよね。そうですね、あれだけのピンかけられますと、どうしても打点が高くなります。
相変わらずのボール人気で湧いています。国立代々木競技場、これから第1セットの第8ゲームに入ります。ボルグのいいサーブが入りました。15ラブ。クリシナンのワンサービスダウンで迎えています。第8ゲームです。ボルグがこのままサービスゲームをキープしてまいりますと、第1セットをものにすることができます。ボルグがネットについています。その前のアプローチショットで決まりました。怖いボールでしたね、今ベースラインギリギリオンラインで滑りましたね。うわ、出るのはため息だけですね。40ラブ。ガットが金属音を立ててしなっています。第8ゲームが終わりました。ボルグ第8ゲームを簡単にラブゲームでキープ。ゲームカウントは 5-3 となっています。昨日マッケンローも非常にいいスタートを見せたんですが、神谷さん、ボルグも負けてませんね。そうですね、 いいスタートです、はい、相手はインドのラメシュ・クリシュナ。これから第9ゲームです。よく検討しているクリシナン、わずかにしかしボルグの壁は厚いという感じがいたします。やはりだんだんボルグの返してくるボールがこうポーンと高く弾むようになってきました ね。どうしてもあのライジングで彼は打ってる、はい、あのるんですけども、弾むからどうしても高め高めでね、苦しくなります。これがやはり次第次第に相手のプレイヤーを疲れさせていくようですね。そういうことですね。みんなだんだん肩が、ね、痛くなってくるって言いますよ、ボルグってことね。ボルグが圧倒しています。あっとネットにかけました。ラブサーティ。第1セットの第9ゲーム、クリシナンのサービスゲームなんですが、ボルグが2ポイントを奪っています。ラブサーティ。ちょっとクリシナン苦しいですね、このあたりはね。ちょっと頑張ればね、このサーブをキープすれば。すごいスピン、あっとわずかにアウト。打った瞬間、あれはあの完全にアウトかと思うんですが、ぐーっと落ちてくる時がありますからね。やっててもおそらく選手はですね、アウトかなと思うとベースラインにストンと落ちてくるもんですからね。自分はまた後ろへやどんどん下がられていくということでね、はい、押されちゃうんですね。ああいうふうに今見てライジングで返すのいいんですよ、あれでライジングでね、はい、高いタッチ。うん、うまい、いい打ち合いです。あーっとボルグがネット。長いラリーの末クリシナンが打ち勝ったというのは初めてじゃないですか。そうですね、まあ、あの一発アプローチ気味のボールがね、あの効きましたね、はい、これで30オールと挽回です。大きく息をつきましたクリシナン。ボルグも大事につないでいます。いっぱいです。入っています。はい、これはどうだ。アウトです。これでセットポイントに変わりました。 30-40。 第1セットの第9ゲームです。ゲームカウント 5-3 とリードしているボルグのセットポイント。慎重な眼差しに変わってまいりました。とミスしました。第1セット結局ボルグが 6-3 でクリシナンから奪っています。第1セットはゲームカウント 6-3 で
手前のボルグが取りました。これからセカンドセット、ボルグのサーブで始まろうとしています。ホールアンパイアは日本プロテニス協会の石田さんです。第1セットはかなり向こう側のクリシナンが先頭したんですが、ボルグが取っています。出ました。初めてネットに出たという感じのクリシナン。まあ、セカンドセットはちょっとペースを変えてですね、はい、今度はネットにね、あの多めにね出てくると思いますね、はい、今年このクリシナンはボルグから1セット取ったことがあるんですよね。そうなんですね、あのスプリットカルトで、はい、しかも遅いで、あのアンツーカーでね1セット取ってるわけですから、早いコートが得意なのにどうしてその緩いコートでね堂々と初めて対戦したボルグに1セット取ったかっていう ね、その大会ではボルグが結局は優勝したわけですからね、はい、クリシナンは全米でもベスト8に入ってますしね。そうですね、カナディアンオープンと全米のベスト8が今年一番いい成績だって言ってました、はい、ボルグ1ポイントを返しました。15-30、セカンドセットのオープニングゲームはボルグが 15-30、 ワンポイント遅れています。いいサーブだ、お、返っている。あー、これは無理でした。30-30、まあ、早いサーブでもあのように手を出していけばラケットの先に入ってね、今みたいに返ってくるし、とにかくもう早いサーブでもラケットをインパクトを小さくして出すことですね、はい、手を。あ、今のように返せばこういうミスがあるわけですからね。さすがのチャンピオンと言ってもね、はい、やはりこう必ずどっかでね狂ってきますから。ブレークポイントをボルグがどう逃れるか、強いサーブで逃れました。ウィンブルドンでもこのはずに苦戦したときに結局このサーブで脱出したわけですよね。そうなんです、ブレークポイントのこのサーブの素晴らしさ、これが本当にボルグ選手のね強いですね。うん、長いか。いや、今クリシナンのパスがねものすごくいい、はい、あのネットスレスに飛びましてね、なかなかいいパスでしたよ。アドバンテージクリシナン、この最初のサービスゲームを落とすと苦しくなりますボルグ。さあセカンドサーブですが、クリシナンどういう攻撃があるか。つなぎます、深い、あ、いっぱいですね。ではどうでしょう、サイドアウト。しかし本当に深いボールを打ってますねクリシナンは。いいボール打ってるんですけどね、普通の選手だったら短くなるんですけどね、ボールもしっかり返しますからね、はい、フォーク。いや、いいボールだ、いいボールだ、これは取れない。クリシナンのリターンもストレートでいいと思ったんですがね、いやー、これはクロスに会心のショットを見せましたボルグ。アドバンテージボルグです。よく返した、あ、ナイスリターン。クリシナンも非常に抵抗しています。よく頑張ってますよ、はい、食い下がっています。サイドデュースに持ち込みましたクリシナン。ハードショット、ナイスショット、バックのストレート、素晴らしいですね。アドバンテージクリシナン。短いボールネットにつきます、パッシングが決まりました。これがあるからね、やはりそう打つに出れないわけですよ。そうですね、何か今のはわざと短いボールを打ってこう誘ったような感じでしたかね。そういう戦法も意識的にやってるかもしれませんね、はい、うわ、アウトですか。
や惜しいですよ今のもね、やっぱり誤差ないですね、はい、ボール確か1個か2個ぐらいでしょ今のも。しかし再びクリシナンがアドバンテージを取りました。ブレイクのチャンスです。いやこれはいいサーブでした。クリシナン振れないですもんね、はい、出しただけでしたね今。しかしここぞという時のこのボルグのサーブ強烈です。スイングは非常にコンパクトなんですよね、ボルグのサーブは。アドバンテージボルグ、また入りましたね、はい、アドバンテージを取りました。あ、スライスのいいリターンでしたクリシナ。しかしこのジュースはよく続いてますね。今度は6回目のジュースです。一進一退です。あ、アプローチショットでしたがネットにかかりました。アドバンテージゴール。さあそろそろアドバンテージ決めたくなります。ボルグ、いいサーブでした。よし、帰っています。クロス、アウトです。惜しい。結局セカンドセットの第1ゲーム新3冠の末ボルグがサービスをキープいたしました。ゲームカウントは 1-2 ラブです。ワンラブ。神谷さん、今のこの最初のゲームは非常に見応えがありましたよね。そうですね、よくあのクリシナンも打って 出ましてね、あの続けましたけれども、やはり最後にはボルグが結局キープしてしまうわけですね、ボルグが調子が悪くて苦しんでいるというのは話は別なんですが、そう不調とも思えないボルグですからね。そうですね、まあ、どうしてもやはり5球6球続けているうちに、はい、打点が高くなってくる。それをもっと力を入れて抑えなくてはならない。その辺がもうすごく辛いところだと思います。打っててよくわかると思いますよ、はい、このセイコーワールドスーパーテニスは第1回第2回大会の優勝者です。昨年はスキャンロンに敗れました、今年は巻き返しを図りまして第2シードで今日初めて1回戦に登場しているビョン・ボルグ。コートが向こう側に移っていきます。ボルグです。セカンドセットの第2ゲーム、クリシナンのサーブです。第1ゲームは接戦の末ボルグがサービスをキープ。よく健闘しているインドのクリシナンです。どうやら先方はこのままでいくような感じですね、はい、まあ、あのセットは落としたものの内容は、ね、非常にいいんでね、同じ先方でいこうということでサーブをして、一応ベースラインにいてそれからの勝負ということですね。お、ネットに着きます。バックボレー、クロス、アウトです。これでいいんですよね、はい、浅くなったらもう思い切って打って出ていこうと。もうネットプレーはね、ボルグのパスはいいんだから、はい、これはもう勝負ですから。サーティーラブとリードしていますクリシナン。深いボールですが入っています。アプローチをネットにかけましたボルグ。ちょっとこのゲームは焦りが感じられます。ボルグ40ラブ。あ、フォルトでしたか。40-50ボルグも表情を変えないことで有名なんですが、この人も先ほど神谷さんがおっしゃったポーカーフェイス、淡々と試合を進めています。レッドのようです。わずかにコードにテープボールがかすりました。改めてファーストサーブです。強打の打ち合いですね。よく振っていますクリシナン。チャンスボール。おっと、変な当たりでしたが決まりました。
もうボルグが最後諦めましたね。これでセカンドセットはゲームカウント1ノールになりました。第3ゲームです。ボルグ。今年のボルグを見てますとね、神谷さん、少しボールあるいは勝負に対する執念というようなものが少し昨年あたりよりは、まあ少なくなってるんじゃないかという気がするんですが、いかがですか。さあどうですかね、やはりあの試合に出ている以上はね、それはもう精力を尽くして頑張ってると思うんですけどね、はい、やっぱりちょっと最後にその負けるのにこう負けたりするとね、そういうことが面倒かもしれませんね。そうですね、やはりまああの勝負の世界ですから負けるといろんなことを言われますんで ね、 そうですね。これはいいサーブでした。今年ボルグはマッケンローをはじめとしましてコナーズ、ゲルライテス、それから西ドイツのゲーリングにも負けてるんですね、はい、それからパラグアイのペッチとイタリアのアドリアのパナットですね、この6人に負けているというボルグです。今のサーブです。あ、手元に当たってましたね、はい、スイスランのレシーブ。おっとストレート、いいパスでしたね。打ちましたボルグ、素晴らしいパスを打ちました。これでクリチナンブレイクポイントです。いやセカンドセットに入ってボルグはあのサービスゲームをピンチの連続ですね。これをリターンをなんとかして返しとかないと。さあチャンスです。クリチナン手前です。はいボールでした。どうだ、入ってます。緩いボールです。アウトですか。いやギリギリですね。 いい試合だったですけどさ、ちょっと主審にクリシナンが悔しそうにちょっとその食い下がっていますが、すぐ引き下がります。この主審の判断が、はい、下されてからまた30秒以内にプレーしないとまたこれ警告なんですよ。そうですね、これをアウトしました。ボルグ、逆クロスの狙いすぎですね、はい、アドバンテージクリスマン。ナイスサーブです。これが大変なからブレイクできないんですね、はい、しかしここぞという時には本当にいいサーブが入りますね。ボルグはこれもいいサーブです。返っています。ナイスショット。いや素晴らしい、ハイボレー追いつきません。ボルグ、クリシナン決めました。アドバンテージクリシナン。これだけ速いサーブを返すそのテクニックっていうのは小さなテイクバックで待ってればいいんですけどね、それをどうやって返すか。返っています。さあどうする、クロスへパスが入りました。クリシナン、ボルグのサーブを破りました。これでセカンドセットはゲームカウント 2-1、 このクリシナンがリードしています。2-1。第1セットは 6-3 でボルグが取りましたが、第2セットに入りましてインドの若干20歳というクリシナンの好調なショットが冴えてまいりまして、現在のところは 4-3 とクリシナンリード、しかも自分のサービスゲームで第8ゲームを迎えようとしています。ここからはニューボールです。さあこのニューボールになったところでね、はい、サービスの勢いをどれだけ生かすか。ボルグがスライスを打ちましたがアウトです。どうももう一つこう集中していけないような感じのボルグです。今の視線でもね、横のダブルス見てるんですよね、そうですよね、だからやっぱりこうこれがちょっと散ってるのかもしれないですよ、はい、うわすごいスピンです。ボルグのボレーです。クリシナン返す、スマッシュ、ナイスショット、逆サイドに振りました。しかし簡単にポイントを取らせてくれません。クリシナン
非常に苦労してボルグがワンポイントずつ積み重ねていくというような感じ。セカンドセットの中盤です。緩いボールです。もう一回弾みますからね。ちょうどこのライジング、はい、ライジングでボール打っていくわけです。うまい。このクロス決まりました。あのフォアハンドはいいフォアハンドですね、はい、現在の、ね、ところこれが主武器ですね、はい、威力がありますよ、はい、スライスでつなげておくわけですね、はい、打点の高いところで。さあまたクロスです。今度は緩いボール、これです。ネットについた。あった。しかしボルグの守りも非常に硬い。これでサーティーオール。ちょっと浅くなったところを、ね、はい、クロスで打って出たんですけどね。パッシングが入ります。早いですねボルグのパッシングは。サーティーオール。アウトだ。サイドアウトです。これで30-40。ボルグがタイに追いつくチャンスを迎えています。セカンドセットの第8ゲーム。出ますね。パッシングはどうしよう。ちょっと打ちました。もう一度ロビングです。あースマッシュが甘い。ウォッチしました。いやーよく見ましたね今のは。ナイスジャッジですね。デュースです。あれ間違えるとストンと落ちますからね、はい、難しいジャッジなんですよ。リターンが長すぎました。このようにあのボルグがイージーミスを重ねるというのもちょっと珍しいことですね。そうですね。いやこのゲームクリシュナにとっては大きいですよ、はい、アドバンテージを取りましたクリシュナ。いいサーブです。出ますね。ついた。フォアボレー。これは決まるでしょう。短い。いやそれが幸いしました。威力はなかったんですが短いところに決めまして、これが幸いいたしました。セカンドセットついにこれで 5-3。 クリシュナン2ゲームアップです。いや素晴らしいゲームですねクリシュナンは。ここをしかしボルグがどう巻き返しを図りますか。第9ゲームです。トレードです。オンライン。いいボール。おっと返った。これはショットを出しました。ボルグ。これは珍しいショットだ。今ネットの上を少しこう横に転がりましたよ。そうですね。ああいうこともあるんですね。ボルグ15ラブ。しかしああいうふうにポトンと落ちたボールにまたすぐ反応しましたもんねボルグが。そうですね。少しも当てず。これは深いボールでした。ボルグ40ラブ。40ラブ。この辺りからやはりエンジンをかけてこないとボルグも苦しくなります。セカンドセットでなんとか決着をつけたいことでしょう。ボルグ第9ゲームはラグゲーム簡単に取りました。ビヨンボルグ。これでゲームカウントはセカンドセット5-4。クリシュナンの1ゲームアップです。機会に戻りましたビヨンボルグです。相変わらずこのブルーの目非常に澄んで鋭い感じがいたします。スウェーデン語でこのビヨンというのはクマ、そしてボルグというのは城という意味なんですが、まさにこのボルグの城というね、はい、意味がなんとなくこの人にぴったり来ているという感じがしますね。しかしこの健丈がついにウィンブルドンでマッケンローによって破られたわけなんですが、まあ、あの時は上泉さんはあの実況で解説をお願いしたわけなんですが、ものすごい興奮だったでしょうね。そうですね。もうすごかったですよ。
しかし、まあ、時代のスーパーヒーローはいつか敗れる日が来るわけなんですが、これから先ボルグがどういう形でマッケンローに対して、まあ、逆にチャレンジする立場になりましたんでね、はい、どういう戦い試合を挑んでまいりますか、非常に注目されるところです。国立代々木コートもかなり観客がたくさん詰めかけまして、さすがに日本でのボルグ人気を今日も示しています。セカンドセット、これから第10ゲーム、クリシナンのサービスゲームです。クリシナンが1ゲームアップしています。まだどうでしょう、上安美さん、日本ではマッケンローよりボルグの方が少し人気が上でしょうかね。そうですね、日本でもかなりマッケンローファンも多いですけどね、はい、やはりボルグの人気も強いですね。ラブ15です。ボルグは何としてもこのクリシナンのサービスを一度破らなくてはこのセカンドセットを取ることができません。ネットを取ります。クリシナンバックプレー、前、これはうまい。まあ、結果論かもしれませんけど、今のはセンターセオリーでね、こう真ん中へ、ど真ん中に打てばこのパスが角度がなくなるっていうパターンでうまくネットプレーで決めました。さあクリスさん、またネットラッシュ、フォアボレー、連続して決まりました。このゲーム急にネット出始めましたね。勝負に出てますね。いいサーブが入って浅くなり、打って出てパスを浮いたやつをクロスで決める。このセットを取ろうという意気込みが感じられます。クリシナ、いいサーブです。40-15、ついにセットポイントを迎えました。ラメシクリシナンです。苦しくなりました。窮地にしかし立たされれば立たされるほど威力を発揮いたします。ボルグの強打です。ボリーボール、スライスがネットにかかりました。セカンドセットはついにクリシナンが 6-4 と取りました。ボルグはセットをダウンいたしました。これで1セットオール、ファイナルセットにもつれ込むことになりました。ファイナルセット、ボルグとマッケンローの試合、ボルグとクリシナンの試合はついにファイナルセットに入ります。ボルグのサーブです。第1セットが 6-3、 このボルグが取ったんですが、セカンドセットはクリシナンが 6-4 と取っています。クリシナンのバックボレー、惜しい。さあこのファイナルセットの第1ゲームですね、はい、大事にいきたいところですね。お互いにこの弾みがつきますからね、最初のゲームは大きいです。アウトです。いやちょっと焦った前に2本前に出て失敗してますね。もうちょっとゆっくりやってもいいですね、クリシナはね。それが今まで成功したんですよね。そうですね。セカンドセットを取ったゲームでは非常にネット出しが功を奏したんですが、クリシナ浅い。今度はボルがネットにつきます。うっとパッシング決まりました。ですよ、このフォアですよね。オンラインです。角度のないところのクロスショットだったんですが決まりました。汗が光ります。クリシュナン、そしてボルグ、うわハードショットです。これをつなぐ、惜しい。パッシングはネットにかかりました。40-15、大事なファイナルセットの第1ゲーム、ボルグがゲームポイントを握っています。短いボールです。うまく返しました。ボルグいっぱいに入りました。ボルグがファイナルセットの第1ゲームを取りました。
ゲームカウント1ラブです。ボルグはフランスオープンに出る前にずっとおよそ6週間ぐらいですかね休んだんですが、その時にはずっと保養地に戻りまして右肩の治療をしたということなんですが、4月14日にモンテカルロオープンでペチに敗れましてね、右肩の負傷を発表したわけですよね。そして4月18日には、このマリアナ夫人とともに消息を一旦絶ってしまいました。どこ行ったかということで非常に大騒ぎになったそうなんですが、ストックホルムの南約150キロにあります、カテルロブ島というのがあるんですが、ここはボルグが確か島全体買って保養地にしているところなんですが、ここで、静養したということですね。この時ボルグの専任コーチのベルゲリンが、肩の痛みはこの 2,3 年の酷使によるもので、ボルグはまだ少し痛みが残っていると言っているということで、まあ、3週間から4週間トーナメント出場は無理であろうということを発表して、長いブランクの後全仏オープンに出てきたんですね。しかし、まあ、ずっと世界の一線でこう活躍した後、そういう怪我による休養があった後は不安でしょうけどもね。そうですね。ファイナルセット、これからセカンドゲームを迎えます。サーバーはクリシナ。まあ、このフォアのクロスボレーは素晴らしいですね。まあ、これだけワンセットを対等にやってきましてね、最後にはやはり今みたいにネットプレーで本当に押しまくらないと勝てませんね。もし勝つとすればね、そういうような思い切ったテニスが必要だと思います。どうでしょう、アウトです。クリシナンの頭の中には何パーセントかひょっとしたら勝てるんじゃないかという気持ちが芽生えてるんでしょうかね。どうですかね、ワンセットぐらいだとねまだあれかもしれませんけど、これがもうまた1ゲーム取ってあれいけるぞっていうようなねことが少し頭に始まりましたかもしれないですね。はい、緩いボールです。うまくつなぎました。ボールはネットについています。あっと空振りです。いや、素晴らしいロブでした。いいタイミングで上げましたね。はい、サービー CT。いや、場内が思わずどよめています。今のスローぐっと詰めたところ届かなかったですね。ジャンプがちょっと足んなかったですね。はい、30-15 です。いいセカンドサーブです。ボールのストレート、いいボールが決まりました。普通はしっかり止まって打つっていうことが基本なんですけど、今みたいにもう走りながらもう、はい、殴り込んでいきますからね、勢いがそれだけ増すわけです。ある意味ではボルグが完全にこのテニスというものを変えてしまいましたからね。そうなんですよね。はい、今度はクリシナネットを取ります。トップスピンローブ、ナイスロー、空振りです。ナイスローブでした。いつ見ても綺麗なトップスピンローブですね。はい、とにかく落ちますね。先ほどのクリシナンのソフトなロブとはちょっと違いますよね。はい、ど真ん中出てきてまたセンターセオリーですね、これね。あ、意識的に真ん中打って出てるのかもしれませんけどね。あ、やっぱり真ん中、今はやっぱりクロスですね。しかしボルグの場合はパスが打てないと見るとあのスピンのロブがあるわけですからね。非常に守りに行った時の逆転の攻撃が強いボルグです。デュース出ますね。あ、出ますね。深いアウトです。いいアプローチでしたね。アドバンテージ、決して強いボールではないんですが、エンドラインいっぱいに決めてまいります。クリシナン、かえってね緩くてね、はい、深い方がいいですよ。あ、そうですか。はい、早いとですねやっぱりタイミングでね、スタンスタンと抜けていくわけですね。ですから今のなんかは理想的なアプローチでしたね。クリシナンアドバンテージを取ってネットを取ります。バックボレー、ライジングを叩いた、返せません。ゲームクリシナン、ファイナルセットも1ゲームオールになりました。神安住さん、ちょっとこれは分かりませんよ。やりますね、まあ、まさかボルグが負けるようなことはないと思いますけど、なかなかどうしていい試合してますよ。フォールトです。ライバルのジョン・マッケンローが昨日素晴らしいスタートダッシュを見せているだけに、ボルグもこの1回戦楽勝かと思われたんですが、クリシナンの健闘に苦しんでいます。アウト。やっぱり意識してますね、完全に。今のも真ん中打ってますよ。やはりボルグのパスのねコースをね、
その角度がつかないように先発で出ていってるわけです。いやこれはあの上安住さんには作戦はないと言っていたクリシナなんですが、いい作戦ですね。なかなかいろんな作戦を使い分けてますね。はい、非常に考えたテニスを展開している今日のラメシュクリシナン。苦しんでいるのはボルグです。ダブルフォール、ちょっと雑ですねボルグのプレーが ねショートバンドで思いっきり打ってみたり、はい、どうなんでしょうか。普通ですともうちょっと粘りのある選手なんですが、ネットにつきます。あ、逆を突かれましたクリシナ。しかしまだ 15-40 です。今日は場内がどよめくシーンが非常に連続で展開しています。ボルグ苦戦。2ポイント挽回しました。しかしまだもう1回ブレイクポイントのチャンスがあります。いいサーブが入ってますね。はい、あーっとミス。いやどうしたんでしょうかね。いや今の深かったですよね、はい、いい出球でしたよ。レシーブサーブを叩いてるわけですから、はい、ボルグが強打をしようと思ったんですがついにフレームショットに終わってしまいました。ファイナルセットゲームカウントは 2-1、 このクリシナンがリードしています。上安住さん、今回はですね、はい、あの我々もドローミーティングに参加して、誰と誰が対戦するのかと非常に興味を湧いて見ていたんですが、はい、マッケンローとサドリがこう当たると決まった時には、はい、ひょっとしたらサドリかというようなね、はい、まあ、不安と期待というんでしょうかね、それがにじまったんですが、このボルグの対戦がクリシナンと決まった時には、あ、ボルグ1回戦は楽に進めるなと、はい、誰しもが思ったと思うんですがね。私ねそのドローミーティングのすぐ後にクリシナンとたまたま下で会ったんですよ、そしたら君ボルグとやるんだよって言ったらね、はい、彼がね何も顔色一つ変えないんですね。普通だったらボルグだったらあーってなんかついてないなっていうの顔しますけどね、はい、なかなかどうしてねクールな感じだなっていう印象を受けたんですよ。あ、そうですか、はい、そのあたりからおそらく作戦を練ってきたんでしょう。このインドのクリシナン、ファイナルセットにもつれ込んでもゲームカウント 2-1 とクリシナンがリードしているわけです。第1セット 6-4 ボルグ、第2セットは逆に 6-4 でクリシナンが取りました。ファイナルセット2-1リードのクリシナンのサーブです。第1セットを 6-3 でボルグが取ってきた時には楽勝ムードかとも思われたんですが、クリシナンがその後セカンドから非常にいいテニスを展開しています。ね、分かりました、ね、今のね、はい、完全にもうセンターセールですよ。ボルグのパスがもうくれ始めましたね、これ全部サービスキープしていったら勝ちですからね。そうですね、もうすでにボルグのサーブを1回破っているクリシナンです。ナイスボール入っています。ストレート、ボルグがネットにつく。ローボレー前まりました。ラケットを構えたまま前に走っていってそこにボールを当てるという感じですが、はい、これです。そんな後ろから出てきましたね今の。ベースラインから打って出ましたね。15ノールです。アプローチをミスいたしましたクリシナン。第1セットの立ち上がりとは思えないようなね、この作戦の変更ですね。そうですね、第1セットはベースラインで粘りに粘りましたクリシナンなんですが、セカンドセット中盤からネット出しを繰り返しています。クロスショットはアウト。今のが武器なんですけどね、はい、彼のねちょっとクロス行きましたけどね。しかも今のはボルグがかなり構えてましたよ ね、あのクロスを。もうこれだけやれば彼のクロスは強いんだということは分かってるはずですからね、はい、逆にボルグがブレークポイントを迎えました。 15-40 です。あっとバックのリターンをミス。コースターあたりですね、40
いわゆるラケットの面で確実にこうヒットしてないんですよね。ですから例えばサービス出しすればガチッと打つのがしてないもんですからね、なんかふっと力が抜けてミスするわけですね、はい、出た。ああ、ハットボールが浮きました。焦っちゃいかん、ね、ファイナルセット第4ゲーム、ボルグがクリシナンのサーブを破りました。2ゲームオールになりました。この辺りからボルグの本領が見ることができるでしょう。第5ゲームです。ナイスサーブ入っています。いいコーナーです。サービスエース、ようやく深い眠りから覚めてきたんでしょうか、北欧の若獅子ビョン・ボルグ。緩いボールです。つなぎます。なかなか、ああこれです。あ、いやしかし、いやいい勝負して、いい感じしてますよ ね、 そうですね。やっぱりこうどこかでねフォアで勝負出なくちゃいけないわけですからね、はい、彼としては。しかしこの勝負師としてのクリシナンのテニスなんですが、これはしかしなかなか見せますね。そうですね、いいところで勝負しますね、はい、勝負どころをなんか知ってるって感じですね。おっと、ネットでアウト。あー、40ラブ、40ラブです。ようやくボルグが本領を発揮してまいりました。これでゲームカウントは 3-2、 ボルグが逆転しています。今のスローです。ファイナルセットにもつれ込んでいるボルグとクリシナンの試合なんですが、ようやくボルグが第5ゲームいい形で取りました。ようやくボルグのペースがわずかながらですが見えてまいりましたね。そうですね、これであのサービスをブレイクしまして、はい、イーブンですから、あとはね一回またどこで相手のサーブを破るかっていうところにね、またタイに持ってきましたから、はい、クリシナンの健闘が目立つ試合なんですが、はい、ボルグの出来としては上安さんどうなんでしょう。あまり良くないんじゃないですか。はい、あのファーストセット良かったですけどね、ちょっと今中盤から崩れてまた少し立ち直ったかなというような感じですね。はい、さすがにずるずるっとこう交代することはないわけなんですがね、はい、しかしもう一つこう集中力の欠如というようなものが、この試合目立つんですが、果たして終盤戦はどのようなテニスを展開いたしますか。ボルグです。ワンセットオールでファイナルセットに入っています。ボルグ対クリシナン、これからファイナルセットは第6ゲーム、クリシナンのサーブです。現在のところ全く互角です。ファイナルセット、緩いボールいっぱいに入っています。ボルグ拾った、ネットインです。これを返す、あーストレートはネット。なかなかネット際の、はい、小技もクリシナンうまいですね。うまく慌てずに返しましたね。このセイコーワールドスーパーテニスは今年で4回目なんですが、過去3回はすべて予選に出場して本戦に出ることができませんでした。ラメシュクリシナ、今年は本戦に出場して、しかも第2シードのボルグを苦しめています。ロブはアウトです。15オール。しかし3800入りました今日のファンの中からは、まあ、かなりの声援がクリシナンに対して送られています。山坂こんなにその接戦するとは誰も予想してなかったんじゃないでしょうか ね、 よく頑張ってますね、はい、ボルグよりも本当に若いんですからね、はい、5つ年下なんですから。
しかしこのようにボルグにいいゲームをすることによってこのクリシュナンがまた成長していくわけですよね。そうですね。最後はバックボレー決まりました。行き詰まるようなストローク戦だったんですが、しかし非常に見応えがあります。ちょっと浅くなったのをストレートでスライス気味に出ましたね、はい、してクロスへボレーを決める。これで15-30、ボルがリードしています。ボルの強打、前、素晴らしいボレーです。フォアのハイボレーが決まりました。この全体的にフォアのショットはいいですね。この人は今日は力がありますね、はい、パワーがありますから、まあ、結局決め球っていう感じになりますね。30-0、体格的には170センチですから、そう聞こえないですね、まあ、大きいとは言えませんよね、はい、サーブでもそんなノータッチエースを狙っていくタイプじゃないですもんね、はい、フォール、大事なところでダブルフォールトが出てきてしまいました。クリシュナン、これで 30-40、 ボルグの大きなチャンスです。ブレークポイントを掴んでいます。ボルグとものにいたしました。ファイナルセット、これで 4-2 といたしました。2ゲームをリードしたボルグです。ここでボールチェンジですが、さすがにボルグがこのいわゆる勝負感というようなものをかなり取り戻してきた感じがありますね。そうですね。今日はこの貴賓席にもスウェーデン大使の姿も見受けられるようです。このボルグが出場するこのセイコーワールドスーパーテニスには必ずお見えになりますね。さあ、ボルグのサービスゲームです。アウト。さあ、ここですね、くっついていくか、はい、それとも離されるかという 4-2 からのね、次の大事なゲームです。いいサーブです。あ、フォールト。叩きます。ボルグ、いいところにいました。ストレート、アウト。完全にコースは読んでいたんですが、わずかにサイドラインを割りました。まあ、クリシュナンもスライスのボール、それから今みたいなパッシングでは少し厚め、フラット気味からドライブの両方打てますね。はい、アティラブ、いいサーブです。いいサーブだ。いやー、これは返せないですね。3800ファンから拍手が送られていますが、今のすごい音がしましたね。うん、難しいわ今のボールは。今のはちょっとハーフボレーで難しくなりました。いよいよファイナルセットはボルグが 5-2 と大きくリードを奪いまして、このままボルグが勝負を握るかどうか楽しみに待ってまいりました。ボルグがファイナルセット 5-2 とリードいたしました。あ、だいぶこの表情にも余裕が出てきましたね。今隣のコートに入った選手とこうちょっと目で合図をしたようですがね。この左手の薬指に結婚指輪が光っているわけなんですが、今日も奥さんのシミオネスクさんが応援に来ているということで、まあ、外人の選手は大体奥さん同伴でというようなことが多いようですね。そうですね、やはり一年中サーキット回ってますからね、はい、やはりその苦しい時も、はい、まあ、いろいろありますからね、ついてってあげるのが一番いいんじゃないでしょうか。はい、もともと奥さんのシミオネスクさんもトーナメントプレーヤーだったわけなんですが、今はまあ大体このボルグに付きっきりというような感じになっているようです。この奥さんの声援を受けながらボルグがこれからコートに登場してくるわけです。
第1セットは 6-3 でボルグ、セカンドセットは 6-4 逆にクリシュナン、ファイナルセットは 5-2 とボルグがリードしています。第8ゲームを迎えました。先ほど神谷さんは、はい、控え室でクリシュナン選手の取材をしたときに何か足で面白いことがあったんですね。そうなんですよね。足の裏のですね、硬くなった豆をですね、ヤスリで擦って削って、はい、そして靴下履いてるんですよね。ですからそれだけもうハードなね、フットワークをやってるんですよ。すごいショットです。ボルグエンジン全開です。15-0。ちょっとね、あれが入り始めますとね、手がつけられませんね。これが最後のゲームになるかどうか、あるいはクリシュナンが挽回するか。スライスです。いやー、素晴らしいクロス、ね、ボルグが返す。これも追いつく。どうだ、ハーフボレーうまく決まった。ゆるく返します。ボルグ落としたクリシュナン、これも追いつく。さあどうだ、決まった。いやどうだ、思わず笑みがこぼれましたクリシュナンですが、最後のショットは非常に際どいコースに外れました。 15-30 です。力が入りますね。そうですね、これが本当のもうスーパーテニスですよね。そうですね。さすがに今のラリーで少しやや疲れが見えるような感じのクリシュナ。ああしかし逆にボルグがミスをいたしました。サーティーオールです。いやクリシュナもですね、自分のサーブをこれまずキープすれば 5-3、はい、相手のサーブをもう一回破ればまたタイになるわけですから、そうですね、5-2 といってもですね、差はないんですよ。はい、現在30オール。はいに入りましたクリシュナン。ネットにつく。フォアボレー。追いついたんですが、フレームショットになりました。これでポイントは30-40。ついにボルグマッチポイントを迎えました。対クリシュナン戦非常に苦しみましたが、ついに掴んだマッチポイント。ファイナルセットの第8ゲームです。最後はクリシュナンのボールがネットにかかりました。無情にもネットにかかったという感じでしたが、しかしクリシュナンの健闘が非常に光りました試合でした。しかしボルグの壁は厚く、ファイナルセットにもつれ込んだ試合でしたが、結局 6-3、4-6、6-2 のスコアでボルグが2回戦に進出いたしました。